俺はカイリ、今は警官をしている。これは俺がまだ駆け出しの新米の時の話だ。俺には警察学校時代に苦手な上司がいた。それは直属の上司であるマヤさん。新人に厳しい女性鬼教官だった。顔は美人だが厳しい指導で有名だ。こらそこ、しっかり腕立てしろ。はい。今は逮捕術を学ぶ授業。いい加減な態度で授業を受けていた新人にマヤさんは腕立てを罰として与えていた。きつい、もうダメだ。マヤさんは絶対ド S だよ。授業が終わり寮に帰っていく新人たちはいつもマヤさんの文句を言っていた。他の授業もきつかったが、特にマヤさんが受け持っている実技では毎年何人か脱落するほどだ。君は渋谷警察署勤務を命じる。はい。その後俺はマヤさんのしごきになんとか耐えて警察学校を無事卒業し、渋谷警察署に配属された。やっとマヤさんから離れられる。新人たちは誰もがそう思っていたに違いない。しかし俺が警察署に配属されて半年が経った頃、本日からこちらで一緒に働くことになったマヤさんだ。よろしくお願いします。マヤさんは前日まで警察学校の教官だったから、お世話になったものは多いだろう。マジかよ。俺の他にも青ざめている署員が何人かいた。マヤさんはカイリの指導員になってもらう。優秀な指導員に教えてもらえるなんて嬉しいだろう。な、カイリ。はあ。マヤさんの指導ぶりをしている署長はニヤニヤして俺を見た。その時俺が曖昧な返事をするとマヤさんが睨んできた。はい、光栄です。へえ、やっぱり相変わらず怖い。ほら、カイリ、ここはこの前教えただろ。はい、すみません。新人は指導員と常に一緒に行動し仕事を学んでいく。マヤさんは警察学校時代と同じように俺に厳しく指導した。なんで俺だけ、最悪だ。カイリ、ご愁傷様、頑張れよ。他の警察署に配属された同期には同情されている。マヤさんの指導に相変わらず俺は憂鬱な日々を過ごしていた。なあカイリ、今度カナデがイベントでコスプレをするんだけど一緒に行かないか。面白そうだな。俺は仕事の愚痴を聞いてもらおうと高校の同級生たちを呼び出していた。するとアルトからイベント参加の話が出たのだ。カナデは声優のファンイベントの仕事でその作品のキャラクターのコスプレをするらしい。アルトは俺の高校時代の親友、今はプロの漫画家をしている。カナデもアルトと同じ同級生で声優をしている。ハルやラムも同級生だ。ハルやラムもコスプレするらしいぞ。なんでお前らもコスプレするんだ。だってカナデばっかりずるいじゃん。私の本領を発揮する時が来たわね。ねえ、カイリ君もコスプレして参加してみようよ。絶対嫌だ、俺は興味ないぞ。仕事で使ってる制服で来ればいいんだけどな。バカ野郎、それはコスプレじゃなくて本物だろ。黙ってればわからないって。あのな、俺がそんなことしてるってバレてみろ、大変なことになるぞ。なんだ、つまんないの。そしてイベント当日、なぜアルトはそんな格好をしてるんだ。これはだな、深い事情があるんだ。イベントが行われるコミケ会場に着くと、なぜかアルトまでコスプレをしていた。しかもゴリゴリのヤンキースタイル。理由を聞くと、職場の罰ゲームでコスプレをすることになったらしい。アルト君、似合ってるよ。私は少し地味だったかしら。恥ずかしい。早く終わらないかな。カナデ、ハル、ラムもそれぞれキャラクターのコスプレをしている。普段着の俺の方が目立っていた。こっち向いてください。かわいいです。ん？声の方を見ると一人のコスプレイヤーに人だかりができている。
なんかすごい人気だな。ああ、あの人は業界で有名な M さんだよ。今回は奏が声優をしてる作品のキャラクターのコスプレだね。やっぱりレベル高いな。へえ、そうなのか。 M さんはなかなか過激なコスプレをしていたが、素人目に見てもクオリティが高いのが分かった。あれ？あれってまさか。 M さんを遠目で見ていた俺は、彼女がこっちを見た瞬間、どこかで見た人だと感じた。 M さんは俺を見ても何事もなかったようにポーズを決めている。いや、まさかな。そんなはずは。どうした、カイリー？いや、なんでもない。俺はモヤモヤした気持ちで会場を後にした。その翌日。おはようございます。おはよう。実は昨日、友達に誘われてコミケに行ってきたんですよ。へえ、そう。初めて行ったんですけど、びっくりしました。なんとマヤさんそっくりのコスプレイヤーがいたんですよ。しかもすごい有名な人みたいで、M さんっていうらしいです。あ、そう。そんなくだらない話しないで、仕事するわよ。あ、はい。あの時見た M さんはマヤさんにそっくりだった。もしかしたらと思い、釜をかけてみたが、違っていたようだ。マヤさんがコスプレをするはずがないよな。そうだよな。俺の思い過ごしか。しかし、その仕事終わり。あなた、この後暇でしょ？え？暇って言えば暇ですけど。ちょっと付き合いなさい。ちょっと、マヤさん？マヤさんは俺の手を強引に引っ張り、飲み屋へ連れて行った。居酒屋に着くと、マヤさんはずっと黙ってお酒を飲んでいる。てっきり怒られるものだと思っていた俺は、恐る恐る聞いてみた。あの、マヤさん、突然どうしたんですか？あのコミケのことは絶対誰にも喋らないで。え？それじゃあ。M は私のコスプレイヤーとしての名前。カイリが見たのは私。俺は飲んでいたビールを吐き出した。マジですか？ちょっとカイリ、汚い。すいません。でも、本当ですか？何よ、悪い？いや、悪くないです。やっぱりこの人怖い。事情を聞いてみると、マヤさんは生粋の腐女子でコスプレが趣味。仕事のストレスはゴミ系でコスプレして発散しているそうだ。まさかバレるとは思っていなかったらしい。しかも教え子にバレてしまうなんて考えもしなかったらしい。人にはいろいろ趣味があっていいでしょ？そりゃそうですけど、意外でした。誰かに言わないでよね。私、クビになっちゃう。俺はマヤさんのうつむいて顔をあからめて泣きそうになっている姿を見て、俺は少しドキドキしてしまった。言わないですよ、絶対。本当に？約束よ。俺がそう言うと、今まで見たことがない笑顔を見せた。このギャップはやばいかも。ところで、なんでカイリはあそこにいたの？ああ、友達がプロの漫画家をしていて誘われたんです。へえ、誰？アルトっていう作家ですけど。なんですって？あなた、アルト様の知り合いなの？マヤさんは興奮した様子で聞いてきた。アルト様って？はい、高校の同級生です。どうしよう、アルト様がそんなおそばな存在にいらっしゃるだなんて。ああ、神様、仏様、ありがとうございます。生きててよかった。マヤさんは席を立ち、うろうろし始めた。あの、マヤさん、少し落ち着きましょうか。そうね、あなたはアルト様じゃないしね。マヤさんはアルトがデビューして以来のファンで、単行本はもちろんのこと、イケメンのアルト自身のファンでもあるようだ。なんだか少し悔しい思いになった。カイリ君、お願いがあるんだけど。はい、何ですか？突然カイリ君なんて気持ち悪いですよ。実はね。なんで俺までコスプレしなきゃいけないんですか？カップル限定コスプレイベントなんだから仕方ないでしょ。あの日、マヤさんからお願いされた内容は、アルトの作品のファンイベントに参加したいというもの。そのイベントはカップル限定で、なかなかチケットが取れないらしい。
しかもカップルがコスプレをしないといけない。俺は知り合いのカップルがどうしてもイベントに参加したいと嘘を言ってこのチケットを手に入れた。マヤさんはてっきり誰かと行くものだと思っていたが、俺にも来てくれとお願いされた。当日会場に行くとマヤさんは一人で待っていた。不思議に思って聞いてみると一緒に参加できる知り合いはいなかったらしい。マヤさんはここでも俺と一緒にコスプレしてほしいとお願いされた。はじめは断固拒否した俺だが、またマヤさんが泣きそうになったのでしぶしぶコスプレすることに。お願い、カイリ君、今度の昇進試験の面倒見るから。交換条件はなかなか受からない昇進試験の勉強を見てもらうことにした。仕方なく俺は顔がわからないようなコスプレをすることに。俺は仮面をつけたタキシードコスプレ、マヤさんはウェディングドレスのコスプレだ。このキャラクターはアルトの作品に出てくるらしい。仮面はつけているが、アルトには絶対にバレないようにしないと。それでは今回のメインイベントに移りたいと思います。アルト先生の作品ではキャラクターは最後結婚式で結ばれます。ここではその結婚式のシーンを参加者の誰かにやってもらいましょう。どなたかやっていただけるカップルはいらっしゃいますか？はい、やります。ちょっとマヤさん困ります。はい、それではそちらのカップルにお願いしましょう。やったー。ダメだ、完全に一人で盛り上がっている。仕方なく俺たちはアルトの作品の結婚式の真似事をすることにした。これでは目立ってしまう。俺たちは教会に見立てた会場でキャラクターのセリフを言って結婚式のシーンを再現した。すると司会は結婚式の最後にとんでもないことを言い出した。それでは今回の作品と同じようにキスしてもらいましょう。聞いてないよ。はい、はいって。マヤさん、振りだけしてさっさと終わらせましょう。慌てた俺は小声でマヤさんにそう言ってベールをあげた。そしてマヤさんに顔を近づけた。すると、マヤさん、なんとマヤさんは本当にキスをしてしまったではないか。盛り上がる会場。ありがとうございました。イベントは無事終わり、その帰り道、マヤさん一体どういうつもりですか？本当にキスするなんて。嫌だった？嫌じゃなかったですけど。それじゃあ私たちこのまま本当に付き合っちゃおうか。え？実はね、カイリのことずっと前から気になってたの。こんな気の強い彼女じゃ嫌かな。嫌じゃないですけど。そうして付き合うことになった俺たち。ほらカイリ、それは前に教えただろ。はい、すいません。マヤさんは職場では鬼教官だが、プライベートでは俺にデレデレのマヤさんは可愛い。職場やアルトたちには絶対にバレないようにしないといけない。カイリ、今度コスプレイベントでキャラクターのセリフ読みがあるんだ。よかったら台本読み手伝ってくれない？うん、いいよ。うまく読めるかな？大丈夫だよ。ほら、行くよ。私をこんなとこに呼び出してどうするつもり？よう姉ちゃん、えら可愛い顔しとんな。ちょっとこっち来いや。ちょっとストップ。カイリ、過去に何かあった？何が？台本読んでただけだけど。そうだよね、なんかこう言い慣れてる感じがしたから。何言ってんだよ、こんな言葉使ったことないよ。続きしようぜ。うん、そうだね。じゃあ続き言うね。おい姉ちゃん、言うこと聞かんかったらおんどれの脳みそ割って割り箸で脳みそくちゅくちゅしたろかい。ちょっとストップ。カイリ、そんなセリフないよね。あれ、ごめん、ちょっと感情入りすぎちゃった。
やっぱり過去に何かあった？何言ってんだよ、本当に何もないよ。本番頑張ってな。ありがとう。見てはいけないものを見たかもしれない。トプラの漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。